ワクワクしながら情熱を感じながらやるものに関してはうまくいったり、奇跡的な引き寄せが起きたりする。逆に情熱も何も感じない、ワクワクしないことは発展しづらいですよっていう。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。今日で2023年度が終了しますね。明日4月からは2024年度が始まります。新学期、そして新年度ということなんで、学校でも仕事でもこれからしばらく新たな出会いがたくさんやってくるという方、特に日本では多いんじゃないかなと思います。新たな出会いということは新たなチャンスがやってくるっていうことでもあるんですよね。で、今日はそんなチャンス満載の4月の開運情報をお伝えしたいんですけれども、出会いやチャンスが多い季節ですから、アンテナを高く持っておくことってとっても大切なんですね。多くの方はせっかく目の前にチャンスが現れているのに気づかずスルーしてしまうことも多くてですね、チャンスが来た時に、あ、これチャンスだって気づけるかどうかってね、すごく大切なんですよ。直感が冴えてる人だったり、いわゆる上とつながっている人には見えるけれども、感が鈍かったり、頭の中に雑音が多かったり、そもそもメンタルブロックが多かったりするとチャンスにも気づけないんですよね。でも今日の開運情報を聞いていただいて、4月の抑えどころを知ることで今まで気づけなかったチャンスにも気づけるようになると思いますので、ぜひ今日も最後までお付き合いいただければと思います。で、今日お話しすることも動画の最後にまとめ使いに綺麗に整理して皆さんにプレゼントさせていただきます。1枚の PDF にまとめてあって見やすいと最近大好評です。まとめ使いは今日お話しする内容と一緒に見返していただいて、チャンスが盛りだくさんのこの4月どう動くのか考える上で参考にしていただければ嬉しいです。ということで、ここからが本題になるんですけど、まずは4月の開運日と占星術の情報をざっとお伝えします。で、それを踏まえて4月の運気のターニングポイントをいくつかピックアップしてご紹介します。それからこの4月に人生を好転させるために絶対に必須のマインドセットと、逆に要注意なこと、最後4月にやってはいけないこと、この順番でお話ししていきたいと思います。それではざっと4月の開運日と占星術情報をお伝えします。2日お羊座で水星逆行がスタートします。この水星逆行は4月25日まで続くんですけれども、これが1月末から続いた10天体巡行期間終了のサインとなってしまいます。3日一粒万倍日、5日金星のお羊座入り、6日一粒万倍日と大安、8日は虎の日で、9日も一粒万倍日なんですけれども、不成就日でもあります。そしてお羊座の新月でもあるんですね。この新月は皆既日食も伴います。10日辰の日、11日巳の日と大安、18日一粒万倍日、そして19日には太陽が牡牛座に入ります。20日虎の日、21日一粒万倍日、22日がまた辰の日がやってきて、23日が巳の日です。4日連続開運日なんですね。そして24日がさそり座の満月になります。そして25日水星逆行が終了して、30日はまた一粒万倍日と木の稲の日が重なっています。この日が4月の最強開運日かなと思いますね。4月はこんなスケジュールになっています。各開運日ご存じない方もいらっしゃると思うんで、ざっくり言っていきますと、まず一粒万倍日は一粒のもみが万倍にも実ると言われている、とても縁起のいい日なんですね。この日に開業したり、お店を開いたり、新しく講座や習い事を始めたりと、新しいスタートにぴったりの一日ということになります。この日に始めたことがきっかけとなって大きな成果が期待できるということで、最近では芸能関係の方が一粒万倍日に入籍をしたり、結婚式を挙げるというニュースを目にすることも多いですね。虎の日は出て行ったものが必ず帰ってくる日と言われていまして、旅行に行っても安全に戻ってくることができるですとか、この日にお金を使ってもすぐにその分が戻ってくるというふうに言われています。なので大きな買い物にもいいタイミングなんですね。ただし出したものが必ず返ってくるという意味合いの日ですので、冠婚葬祭は避けた方が無難と考えられています。巳の日は芸術の神様弁財天の縁日です。で、巳の日はですね、金運財運アップにもまつわる開運日なんですね。お財布を買い替えたり、お財布を使い始めたり、あとは弁財天が祀ってある神社に参拝するっていうのも最適な一日です。辰の日は龍を象徴する日ですね。今年は辰年ですので、この辰の日にはいつも以上に注目が集まっています。
辰の日は金運が竜のように上昇する日と言われていまして、特に月の初めの辰の日に投資だったり貯蓄だったりとお金を増やすための活動をすると開運すると言われています。まあ、スピ界隈の方は竜神とかね、竜運とか竜関係のことが好きな方多いと思うんで、そういう方は辰の日には竜神様のお寺だったり神社にお参りに行くといいんじゃないでしょうか。それから大安ですね。大安は縁起のいい日として一般的にもよく知られていますけれども、まあ、結婚式とかお祝いごとに最適な一日ということなんですね。この動画では大安は他の開運日と重なる日だけ入れています。不成就日は何事も成就しない日とされていて、開運日のパワーが無効になります。ただしこのチャンネルでは宇宙の法則の観点から物事を見ていますので、不成就日だからといって決して縁起の悪い日とかね、凶日ということではないということをいつもお伝えしています。不成就日は何事もうまくいかない不吉な日だからと消極的になってしまうのはかなり損ですので、また不成就日が来るタイミングでどのように捉えて過ごせばいいのかをお伝えする動画アップしたいと思います。新月は始まり、スタート、リセットを意味していて、次の満月に向けて種まきをするタイミングです。願望実現のための目標設定だったり、あと願い事をするには最適な一日だと言われてるんですけど、4月は牡羊座新月ということで、情熱、スピード、攻めの姿勢、こういったことがキーワードになってきそうです。積極的に動けば動くほどサポートされる新月ということですね。満月は完了や完結のエネルギーサイクルで、新月からの2週間の結果を受け取るタイミングです。不要なものの手放しや断捨離には最適なタイミングとも言われています。ではですね、この4月の星の動きから最も重要なタイミングを4つピックアップしたいと思います。まずは4月2日牡羊座で水星逆行がスタートするこのタイミング、この水星逆行は4月25日まで続きます。水星は言葉、コミュニケーション、情報、タイミング、それから移動や交通といった個人の日常生活に密接に影響するものを司る、そんな惑星です。その水星が牡羊座で逆行するんですけれども、牡羊座で水星が逆行すると自分の考えに自信が持てなくなったり、迷いが生じたり、軌道に乗っていたプロジェクトにストップがかかるということがあるかもしれません。ただ水星逆行って定期的に来ますし、特に個人への影響が強いので、もしこの時期何か停滞を感じたとしてもあまり深刻に捉えないということが大切ですね。まあ、遅刻してしまう可能性が高まりますので、前もって日時と場所の確認を入念にして早めに到着するくらいのね、そういうスケジュール感で動かれると、まずはトラブルをね、最小限に抑えられそうです。2つ目は4月5日金星の牡羊座入りですね。金星は恋愛、娯楽、そして豊かさということで、お金にも影響をもたらす惑星です。そんな金星が牡羊座に入るわけなんですけど、牡羊座といえば12星座の1番目にあたるスタートのサインですから、恋愛、人間関係、娯楽、そして豊かさ、お金の分野を伸ばしたいのであれば、この時期は新鮮さがキーワードになるということなんですね。例えば恋愛だったら新しい出会いから生まれるときめき重視、仕事であればメンバーを総入れ替えして新しい体制を作るといったようなことですね。そして趣味や娯楽も今まで慣れ親しんできたものっていうよりかは、新しくこの時期出会うものだったり、新たに興味を感じることが人生に深みをもたらしてくれそうです。慣れ親しんだ世界に閉じこもるんじゃなくって、今まで経験したことがないような場所だったり物だったり人にチャンスが秘められているということですね。これはこの今年の4月の基本として覚えておきたいですね。次、4月19日、太陽が牡牛座に入ります。太陽が牡牛座に入る期間は、自然と触れ合う機会を多く持つと調子が上がると言われています。特に大自然の中で、聴覚、視覚、触覚、嗅覚、そして味覚といった五感をフルに使うこと、五感でフルに味わうことですね。19日以降は五感で味わえば味わうほど軽やかな運気にサポートしてもらえそうです。最後、4月25日、水星逆行が終了します。ただし今回は5月中旬までシャドーピリオドという逆行の影響が長く残る期間が続きます。ですので逆行明けではありますけれども、これ以降はですね、引き続きスケジュールの確認だったり、コミュニケーションミスが起きないように対策をすること、こういったことをしっかりしておくと安心だと思います。
ではここからはこの4月、水星逆行にも負けず人生を青天井に好転させるために必須のマインドセットについてお話したいんですけど、この4月に必須のマインドセットは熱中すること、没頭すること、そして情熱をたくさん注ぐこと、この3つです。熱中すること、没頭すること、情熱をたくさん注ぐこと、この3つ本質は同じですよね。スピリチュアルな話が好きな方だとワクワクという言葉がピンとくるかもしれませんが、ワクワクは引き寄せの源って聞いたことありますか？何かやるにしてもワクワクしながら情熱を感じながらやるものに関してはうまくいったり奇跡的な引き寄せが起きたりする。逆に情熱も何も感じない、ワクワクしないことは発展しづらいですよっていう、そういう話ですね。4月は19日までは牡羊座の波長ということで、情熱とワクワクを感じる人が特に人生好転していきそうなんですけれども、まあ、おそらく多くの方にとってこれネックとなってくるのが、特に情熱を感じる物事がないということなんじゃないかなと思います。まあ、人生相談屋さんしていてこの手の相談って実は結構多いんですよね。ワクワクすれば物事がうまくいくっていうのは聞いたことがあるんだけど、でも日々ワクワクするような日常を送ることができていないということですね。そんな方に今おすすめなのが占星術キャンドル、ルナーロマのお羊座キャンドルです。お羊座キャンドルではお羊座の波動を高めるアロマを複数ブレンドしているのと、 3Q 量子エネルギー加工も施しています。これは3月20日の動画で詳しくお見せしたんで、ぜひまだこれ見ていない方は動画概要欄からでも見ていただきたいんですけど、丹田が強くなってやる気や情熱も上がりますんで、普段情熱をあまり感じられていないかもなとかね、なんかやる気が出ないんだよなとか、なんかシャキッとしないんだよなっていう方はこちらぜひお試しください。それからこれはスピ的な話じゃなくって結構ベタな話なんですけど、やる気と情熱は脳内のテストステロン次第ということがあります。テストステロンは僕はやる気ホルモンと個人的に呼んでいるんですけれども、これは筋トレや運動することで分泌されるということが分かっています。なので僕も毎日仕事をする前に筋トレをしたりするんですけれども、やっぱりやる気の部分がね、全然それで違ってくるんですよね。お羊座は体を動かすことやスポーツとも相性がいいので、やる気がなんか起こらないなっていう方は4月からは日常的に筋トレや運動を取り入れてみてください。まあ、取り入れれば行動力がすごくね上がるんじゃないかなと思います。では今日最後になりますが、4月の要注意事項ですね、これをやると運気だだ下がりかもということが一つあるんでお知らせします。これは避けたい4月の運気ダウンアクションは寝坊です。というのも各星座には対応した時間帯があるんですけれども、牡羊座の波動が強い時間帯は日の出、そして朝早い時間帯なんですね。日の出の瞬間ももちろんそうですし、特に朝7時から9時までの2時間っていうのはドラゴンタイムと名付けられていまして、日本では龍脈が活発に動いている時間帯と言われています。この時間帯に朝日を浴びるというのは、これは科学的にも心身の健康にいいということは分かっているんですけれども、まあ、エネルギー的な話をすると牡羊座のエネルギーと龍脈の活気、この両方のエネルギーを取り入れることができるということなんですね。先日3月20日の宇宙元旦で地球の北半球のエネルギーが陰から陽へと切り替わったところですよね。でここから夏至に向けてどんどん陽のエネルギーが高まっていきます。陽のエネルギーが強い季節は物事を大きく動かしたり現実面でも変化が現れやすいタイミングになりますので、スタートダッシュの今こそより多くのこの陽のエネルギーを取り込むためにも寝坊しないこと、朝できるだけ早く起きて陽の光を浴びるということを意識してみてください。で今日も冒頭でお伝えしたんですけれども、今日のお話の内容をカレンダー形式でまとめたまとめ使いを皆さんにプレゼントさせていただきます。受け取り方ですが、動画概要欄コメント欄に記載のいずれかの三輪の公式 LINE に登録していただいて、診断テストが終わってからまとめ使いとだけメッセージください。たまにこの動画のコメント欄にまとめ使いとコメントされる方がいらっしゃるんですけど、それでは届かないので公式 LINE 宛てにお願いします。では今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思っていただきましたら、ぜひいいねとチャンネル登録、そしてこの動画のシェアもぜひぜひお願いいたします。では今日も最後までご覧いただきありがとうございます。4月もますます開運していきましょう。三輪さとしがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。